ゴーカーチャンネル。のクーパー S コンバージョンですね。難しくて、はい、はい、でミニのクーパーの時にも大体はお話ししたんですが、この車なんか結構贅沢ないろいろ装備がついてて、まずシートがこれ革シート、はい、白、それもおしゃれな、おしゃれですよね。ホワイトです。今日はちょっと車を洗ってる暇がなくて、外の車はあんま綺麗じゃないんですが、はい、まあそんな綺麗なブルーとホワイトのこのコンビネーションもいいと思うし、これはあの前の部分がね、長さがこう変えれる、ね、はい、映ってるかどうかわかんないんですが、これも変えられるという機能がついています。で、さらに嬉しいのはやっぱオープンで革シートだったらぜひ欲しいのはシートヒーター。はい。3段で切り替えられる。ね、こういう感じですね。で、いろいろ新しいのがあって、前紹介した車にはなかったんですが、ここがなんか、今わかりますかね？これ今赤く光ってるんですけれども、これ色がね、変えられるんですよ、ここのスイッチで。ここも変わってるんだけど。ここわかるかな？ちょっとわかんないかもしれない。まあ、後で、わかるような映像をちゃんと撮りたいなとは思ってるんですが、撮れなかったらごめんなさい。わかりますよね？ピンク色になったりとかね。赤とかね。ここと、ここと、あとどこが近あるんですか？あとは、ルームライトのここですね。うん、ここ今グリーンになってますね。あと、ドアノブ。あ、ドアノブも。と、足元。夜になったらわかる。夜になったらわかります。全部同じカラーで統一するわけですか？そうですね。連動されます。いいですね。で、私ね、これいいなって思うのはね、こう、エアコンを操作してもこれ変わるでしょ？変わります。風量を、だどれぐらいの風量かっていうのもわかるし、はい、温度も寒くしたなとか、暖かくしたなっていうのが、うん、ここで見えるのがね、わかるのが私 ね、これすごい好きなんですよ、はい。で、そういう仕掛けにもなってますね。はい、で、あとは、これエンジンはここで今スタートしたんですが、それ以外に、ここには USB も最近流行りでありますね。そうですね。うん。充電したり、できますね。はい。で、全部ここの操作は、ここの、これでやるんですか？はい。基本的には、このコントローラーと、うん、あとはタッチパネルも使います。あ、タッチパネルもいけるんですか、これ。あれ、前行けましたっけ？前は行けなかったです。行けなかったですよね。はい、あ、ほんじゃ、これ、だいぶ便利ですね。今、試しましたね。行けますよ。行ける行ける。本当だ。あ、いいね。あああ、そっかそっか。そしたらこればっかりやらなくても、じゃあこっち気が変わってこっちやってもいいわけですか？そうです。お手元でもいけますし、画面でもタッチパネルでいけます。うん、いけるらしいです。これがね、もしね、Always Open Timer っていうのがね、今ね、オープンでどれぐらい走りましたかって。でも総時間でこの車12時間もオープン、結構オープンで走りましたね、結構走ってますね。2700キロで12時間もオープンにしてた。結構走ってた、ね。誰が乗ったんでしょうね、これね、うん。で、まあそういうのがあったりだとか、あとは、これだったかな？あ、これじゃないな。馬力とかが見れる仕掛けがあったんですよね。あれはどれだったか忘れちゃいましたけれども。まあそういうのが、使い方がよくわかって、これだったかな？これは、改正しているかどうかっていうのを見るものですね。そういう、まあいろんな仕掛けがあって、まあこれを一個ずつ説明していくと大変なので、まあこんなところにしておきますが、かなちゃんなんか他にこれは言っといた方がいいですっていうのあります。これ確かミニコネクティッドでしたっけ？そうですね。通信できます。なんかお話ができたり、ね、はい。これ私前やらせてもらってですね、名古屋駅のなんか美味しいイタリアンをとか言ったら、美味しいところが3つぐらいありますって言われて、で評価はここは5つ星ですからどうですかとか、ここが嫌だったら次紹介しますって言われたんですけど、特に行く予定もないのにちょっと遊んでやってたもんですから、はい、あ、そういうのまで言ってくれるの、評価まで言ってくれるんだっていうのを思ってやりました。これはすごくやっぱり今後、コネクティとかがね、今非常に流行ってますけれども、うん、今後主流になってくる内容かなとは思いますね。はい。その他になんか、これは見といた方がいいっていうようなものあります？そうですね。うん、まあ、あと、Bluetooth が。あ、Bluetooth もついてますか。はい、つながるので、うんうんうん、まあ、電話ができたり、うん、音楽聴いたり、うん、そのあたりもスマホと連動するっていうことができますね。はい、もう、すごい便利ですね、そのあたりはね。はい、
でそれ以外にこれは先行車に追従する ACC もついてますし、これはまあ、あと試乗でちょっとやってみたいなと思いますが、で、散々最初から屋根の開け閉めをやってて、どこで操作してたのかなって思われると思うんですが、ここで操作をするんですね、はい、これ手前に引く、手前に引きます、手前に引くとオープンですね、うん、で一回手前に引くと、ちょっと寒いんであんま開けたくないんですが、これがこうプチオープンですね、ね、これがいいですよね、これいいです結構、これ本当良くて、はい、あのちょっと開けたいんだけどもっていう時にはこれ であんま派手じゃないし周りにも見られなくていい、はい、でこっからさらに開けようと思うと、もう一回引くわけですね、もう一回引きます、そうすると窓が開きまして、ガバッとこう開くと、はい、怖いですよねという感じ、はい、でビコリンっていう、これでちゃんと終わったのも分かるっていうのがいい、これが ねある車とない車があってね、うん、これはあっていいですね、はい、でもう一回閉めてみましょうか、で今度はここを押すとこう閉まってきて、これは走行中もなんかできるんだそうで、30キロ以下だったんですかね、そうですね、30キロ以下であれば動きます、もうこのゲリラ豪雨の多い日本では非常にありがたい仕掛けで、そうですね、これはあの私も大賛成の仕掛けでございました、はいはい、というような車でございますけれども、そしたらかなちゃん初めて1回試乗インプレッション、これから行きたいと思います、私も運転しまして、はい、かなちゃんも運転して、はい、それぞれがいいところと思うところと気になるところを喋っていきたいと思いますので、はい、お楽しみに、はい。